ローホイッスル、または、コンサートホイッスルは、ティンホイッスル、ペニーホイッスルの変化形であり、低い音高と物理的な大きさで定義される。リバーダンスやデビー・スピラーンといった現代、アイルランド音楽の演奏に密接に結びつけられており、アイルランド民族音楽の特徴としてもどんどん受け入れられている。どちらの音楽においてもローホイッスルは、 その忘れがたい音色のためにエアやゆっくりしたメロディーの演奏に使われる。しかしながらアイリッシュのジグ、リールやホーンパイプの演奏にもより頻繁に使われるようになってきており、その趣向の大きさのためにホイッスルの装飾品を制作することも容易になってきている。最も普及しているローホイッスルはローディーであり、これは伝統的な D ンホイッスルの1オクターブ下に 調律されたものである。ホイッスルは最低音がミドル C より高い G か、それより低ければ一般にローホイッスルに害して分類される。区別が必要なとき、ローホイッスルより高い音域のホイッスルはソプラノやハイと呼ばれる。ローホイッスルは伝統的なペニーホイッスルと受験理でなり、分子法も同じであるため、ペニーホイッスルと同じく端が膨らんだフィップルの 縦笛の木管楽器の一員でもある。この楽器の音色は制作家によって微妙に異なってはくるものの、一般にローホイッスルは伝統的なティンホイッスルよりも息漏れが多く、フルートに近い音色に特徴を付けられる。ローホイッスルの正確な歴史はよく議論の対象になるが、その一方でフィップルの縦笛の仲間は古来より様々な種類が存在していたことが知られている。 16世紀に発達したフィップルの笛は、今日の老ホイッスルの先祖であり、伝統的な6つの穴を持ち円錐型の穴の開いた、形状開いた初期の横笛のスタイルを受け継いでいる。それらは、もともとは木製だったが、17世紀後半には、真鍮やニッケルといった金属の仕様が広く、見られるようになった。金属は普通丸めてハンダ付けされた、そしてさらなる発展は、調律用のスライド機構への、 使用も含んだ。それらの金属製の縦笛はアイルランド、イギリス、カナダ、アメリカを通じて発見されている。イギリスのフルート製作家でジャズミュージシャンであるバーナード・オーバートンは初めての現代のローホイッスルを制作したと認められている。彼は1971年後半に愛用していたインドの竹の横笛をツアーで壊したフィンバー。 ヒューレイのために制作した。その竹笛が修復できなかったため、オーバートンは金属製の複製を制作しようと試みた。そして、フィンバーと共に、ラグビーの街のあるバーナードの家の裏庭のラヤで多くの時間を費やして設計し、テストして、ついにその笛を完成させた。最初の数本は、ヒューレイ、オーバートンフルートと名付けられたが、バーナードがミュージシャンを辞めて、 専業の楽器製作家になることを決意したとき、オーバートンフルートとして売り出すことに決めた。最初の成果物の楽器である特大ティンホイッスルは、本来同性の筒と木製のプラグで作られていたが、すぐにアルミニウム製のものにとって変わられた。オーバートンが、その演奏に満足できないでいる間に、彼は続いて、そのデザインをすべてアルミニウムの構造に洗練し、 英館でホイッスルを制作した。好印象を持ったフィンバーは彼のトレードマークである曲、ロンサム・ボートマンの演奏のために G 館を要求した。後にオーバートンによると彼はコンサートフルートと同じ調律のローディーのホイッスルを求めた。それを私は D 館のテナーフラジョレットと呼んだ。しかしほとんどのミュージシャンはローディーと呼ぶようになった。 彼はこれをツアーに持参しあちこちで用いた。私はすぐにアイルランド、スコットランド、ヨーロッパ、そしてアメリカからその楽器についての質問の電話を受けるようになった。それで私は注文を受けて制作を始めることにした。何人かの著名な楽器制作家が長い時間をかけてローホイッスルを制作する間に、ローホイッスルは1990年代のリバーダンスの ツアーで使われて商業的な露出と伝統音楽の世界の外での認知を得た。特筆すべきはデイビー・スピラーンであり、例えばモダンジャズや R&B にローホイッスルを取り入れるといった伝統楽器の音を融合させる手法は楽器の知名度向上に大きく寄与している。普通のペニーホイッスルと違ってアイルランド音楽でのローホイッスルは新参者の一つであり、 ローホイッスルが満たそうという心見ている音楽的な役割はすでにティンホイッスルとアイリッシュフルートによって果たされているという批判もあるあるいは一見したところもっと一級のフルートやイリアンパイプスを学ぶことを探す演奏家には結局のところか時の楽器とみられているローホイッスルを身につけるたくさんのスキルはそれらの楽器に引き継がれることは事実ではあるが 一方で、伝統音楽の偉大な演奏家の何人かは、ローホイッスルと密接に結びつけられているのであり、独特で呼び起こすような音色から来る高く万能で、重宝される楽器としての本来の評価を高めることに寄与した。フラットバックのアイリッシュブズーキのように、ローホイッスルは伝統音楽において、楽器編成の組み合わせが、陳腐化した時の産物と見ることができる。 そして音楽家は表現力の多様で革新的な意味を探した。ブライアン・ハワード、フィル・ハーディ、コリン・ゴールディ、デイブ・ショー、ジョン・スウェインといった人々を含む、ありがとうございます。